西洋医学を補完する治療として今東洋医学が注目を集めています。東洋医学は自分の体自身が持っている自然治癒力を高め、体のバランスを取り戻す手助けをするという考えをもとにしているところに大きな特徴があります。その東洋医学を代表する治療にマッサージ、指圧、そして中国3000年の歴史を持つ針があります。その3つの要素を兼ね備えているのが新圧針なのです。肩こりや腰などに感じる痛みとは、筋肉が硬直している状態であり、その筋肉の硬直が血行不良へとつながるのです。血行を良くすることで筋肉をほぐす、これが新圧針なのです。新圧針に内蔵された12本の針の振動によって皮膚の表面を刺激し、人間が本来持っている自然治癒力を高めるのが新圧針です。針の先は丸みを帯びており、周りが筒で保護されていますので痛くはありません。では新圧針の使い方を見てまいりましょう。まず電源コードを取り出し、100ボルトのコンセントにプラグを差し込みます。バイブレーターのキャップを外してから本体の電源スイッチを入れます。次にバイブレーターのスイッチをオンにしてから、この振動切り替えスイッチが連続になっていることを確認した上で、ボリュームを右に回します。ご覧のメーターは連続振動の場合には振動の強弱を示します。振動を弱くしたい場合はボリュームを左に回します。振動を強くしたい場合はボリュームを右に回します。通常はボリュームの目盛りが80くらいの強さでお使いください。新圧針は連続振動と、もう一つ断続振動でお使いいただけます。この切り替えスイッチを断続側にし、ボリュームを右に回して振動の感覚スピードを確認します。ボリュームを左に回すと感覚スピードが遅くなり、右に回すと速くなります。これで準備が完了。12本の針を内蔵したこのバイブレーターで、マッサージ、指圧、そして針の3種類の刺激をミックスした治療を行います。針は皮膚に接触しているだけで体内に刺さるわけではありませんから、痛くはありません。では実際に新圧針を使った治療方法を見ていきましょう。まず指で押して凝っていたり痛みを感じる場所を探して、バイブレーターを直接押し付けます。このように先端が皮膚に直角に当たるようにします。痛みがある場合、例えば寝違えて首を曲げると痛いときは、このようにわざと首を曲げて患部が痛い状態で新圧針を当てます。押し付ける強さは気持ちいいと感じる程度に、無理して強く押し付ける必要はありません。治療の後、このように針の跡が残りますが、数時間で消えますから心配いりません。
1箇所に心圧針を押し付けている時間は10秒から15秒くらい。時計を見たり振動の回数を数えれば正確ですね。このように押し付けては離し、移動させるという動作を患部の周辺にまんべんなく繰り返します。では体全体の治療を見てみましょう。いろいろな患部の治療をご覧いただいていますが、治療を始めてから1週間ぐらいは、体の一部を治療する場合は1回5分以内、全身の場合は15分以内にしてください。朝と晩など1日2回の使用は差し支えありません。心圧針の刺激に慣れてきたら長時間治療も大丈夫。毎日朝晩続けて心圧針を当てましょう。また痛いところばかりでなく、その反対側に当てる方法もあります。例えば腰が痛いときはその反対側のお腹に当ててみてください。また膝が痛むときはその裏側にも当ててみてください。ぜひお試しください。いつでもどこでも気軽に治療できる、それが心圧針の特徴です。テレビを見ながら、手の届かない背中や腰の治療はソファーを上手に活用したりすると楽です。持ち方も特には決まっていませんが、基本の4つの持ち方を参考にして楽な姿勢で心圧針を当てましょう。心圧針を当てる前は針の消毒をしましょう。ではまず針の消毒の仕方を見てみましょう。付属の容器に脱脂綿を詰め、消毒液を注ぎます。バイブレーターの電源を入れたまま、消毒液を湿らせた脱脂綿に針を軽く数回押し付けます。これで針の消毒が完了です。針を汚してしまったり、入念に消毒したい場合は、針セットを取り外して行います。針交換用ビスを左に回して、筒から針セットを取り外します。次に、針セットのネジを10円玉などを使って左に回すと、針セットが外れます。消毒液を湿らせた脱脂綿で針をよく拭いて消毒します。消毒が済んだら針セットを穴に戻し、このように右に回して取り付けます。
通常の針の高さは筒と平行です。右に回して針を出すことで刺激を大きくすることもできます。ご覧のように筒より針が出すぎていたら、針のネジを左に回して筒に針先が平行になるよう調節します。針の消毒と調節が済んだら、ホルダーに針セットを差し込み、針交換用ビスを右に回してしっかり留めましょう。いわゆる皮膚を刺す針治療とは異なり、先が丸くなっている12本の針で治療患部をバイブレーションなどにより刺激します。その結果、接触芯による針効果やマッサージ効果、指圧効果など東洋医学で求められている3つの効果を同時に得ることができるのです。痛いというより気持ちがいいと体験者の多くは語っています。新圧芯は厚生労働省より認められている医療機器です。肩のこりや腰の痛み、神経痛、筋肉痛などに効果的との実証をいただいております。しかも使い方は至って簡単。凝っているところや痛みのある場所を指で確認し、その周辺に新圧芯を当てるだけです。ツボの知識は必要ありません。患部1箇所には最初は時計を見て10秒から15秒、気持ちのいい程度に押し付けてください。治療を始めてから数日間くらいは、全身に当てる場合は1日20分から30分ぐらいで十分です。初めて治療を行った時は一種の疲れとかだるさを感じることがありますが、それは効果が現れている過程の状態ですので全く心配はありません。そういう時は数日間休んだ後にまた継続すると良いでしょう。慣れてきたら長時間続けても大丈夫です。新圧芯はさまざまな医療機関でもご使用いただいておりますので、安心してお使いいただけます。ただしペースメーカーを使用している方、妊娠中の方は使用しないでください。またその他病院で治療を受けている方は医師と相談の上ご使用ください。針治療と指圧、マッサージを同時に行うことで相乗効果を発揮する新圧芯は、人間が本来持っている自然治癒力を活性化させます。その効果はマスコミ、テレビなどでも取り上げられ、また全国の多くの方々にご愛用いただいています。使用方法、製品に関しては、新圧芯指導センター 0120-800-515 までお問い合わせください。